はい、アイランドオクトリーのルカパッドでございます。忍びストライカーやっていきましょう。よろしくお願いいたします。激アーセンジャニアチンドリカセンなんで激アーセン出てきた。やっていきましょう。というわけで本日は守りの方です。佐野の鎧とドリフィキ、まあ、おそらくねすぐ剥がされちゃうとは思う環境になっているのでそこまで過信はできませんが頑張っていきましょう。なんならまあ B にずっと居続けるような感じで頑張っていってほしいですね。いや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 、もうない、もうサノの鎧がない。竜壁はやったけど、痛い痛いって、サノの鎧できなかった。 B は取られたかな。取られたね。ただこの感じだと C 行ってくれている。ナイス。お、しかも B、 あ、全然 B わけじゃねえや。A で頑張ってくれているね。ならここは B を取りに行きたいぜ。取れたら熱いが、竜壁任せてください。ここはサマオの鎧を張っていく。痛い痛い痛い、竜壁投げて、ナイス。竜壁よ、引いていってる。鬼神斬りは味方。これどうかな。 C の手助けしても良さそうなんだけどな。取れそう逆に。いや取れているね。これはちょっと良くない。間に合う。サノーの鎧、ブリューヘキ、あー魔境表彰。痛い痛いけど、痛いけど大丈夫。ドリューヘキ、あー取られちゃったか。痛い。まあ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 、そのまま圧力をかけていきたい。敵チームが支配開始。ここら辺で、お、竜壁よし取れた。これでかいよ。うわー燃やされる。あっ残ってやがる。導流壁、インドの矢が使えるね。使えるけど痛い。サノーの鎧一発こすいといて、よしよし痛いけど大丈夫。頼むよ。よしよしオッケーオッケーオッケー、ま、任せて。ここは任せてください。 A は取れそうだね。ナイス。オッケーオッケー。来てるよな。あー隠れたのに。サノーの鎧、ドリューヘキ、いってライトンだ。うわ
この羽根っぷん見たいけど、ありがてえ回復決まった。オッケー、同じところに多分仕掛ける意味のないプレイをした。よいしょ、よっ、ナイス、来るよ、どんどん来るよ、ありがてー、マジ感謝。いや、しかし C が取られる、 B は絶対取らせないような動きをしよう。危ない、ドドドマ、むしろ逆にここは、いやーでもこっちも結構来てるな、来てる以上に。痛いじゃが、痛いけど最短抽出。どっかで取り返したいね、取り返したいけど、一回離れて扇打ちに行きたいけどな、難しい。あ、いや、いける、ここありがとう。しかし B 取られるんだよな。残り30秒で任せて、ナイス、インドランのや、オッケー、よしよしよし、残り10秒、AB は大丈夫そうなら、OK、ナイス、素晴らしい、助かりましたね。 OKOK、 まあ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 いい感じだったんじゃないですかね。あの扇合戦もなんとか制したんでよかったですね。それじゃあもう一ゲームやっていきたいと思います。はい、やってきました、2戦目激アセンです。出遅れるなよ、よろしくお願いいたします。覚悟はいいな、攻めが2かな。撃破戦だと有効な忍術ではないので、巻物を取っていくような形かと思います。いやーまあですよね、やっぱあれですよね。死んだ転生ですよね。よし、よっ、オッケー、取れた、でかい恐竜壁、死んだ転生は痛い。山本平坂、おお、ちょっかいをかけ続けろ、でもそれは苦し紛れの、おお、よっしゃ、痛いけど追っては来てない、オッケー、よしよし、お、究極出ている、ナイス、キリンだね、いい流れですね、いいよ、いいキリン、立て、地上戦がメインだからな、どうしてもそこがやっぱちょっと苦しくなりがちですね。まあいろいろね置いたりしてあれしましょう。いやー向こう行けなかったか、まあいいか、相手も落ちてこのタイミングで行かない限りはきついと思うので、あれはほぼないようなもんでしょう。
10秒でも防げればわりかしいいんじゃないか。死んだ転生を来るまで他の攻撃がね通らないということであれば、いいよ大丈夫。いいよ導入壁カットしながら攻撃を重ねていく。交流壁で耐性がある。交流壁ついでにどんどん仕掛けていく。おお、ナイス。またあれは取れないね、取れないやつが。ドモツヒラサか。痛えけど、ナイス、素晴らしい。すぐ痛い。いいよ。置いとくだけでね、結構愛しいからね。今だ、まあなんか適当に当たれ。当たらない。まあ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 いいでしょう。おっ、一本抜きてナイス。いいガーブレだったな。いいて、いいてけど、サモの鎧よいしょ。おおおお、いや、うちの癒しの方をやらせはしないよ。いやー、回復しちゃったけど、ナイス、でかい。オッケーオッケー。いや、そこしっかり守れたのでかかったな。意外とまあ剥がされはしたけど、サモの鎧結構良かったですね。ナイスナイス。それじゃあ本日の動画は以上で終了でございます。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。